さんこんにちは、エンプラチャンネルです。今日もご視聴ありがとうございます。辰年ということでね、アニアはちょっと引っ込めてしまってマンダにしてみました。まあそんな感じでね、お正月いかがお過ごしでしょうかっていうところなんですけども、新年の企画としましてね、今年から、まあもうね、グッズ的にもネタも尽きたなって感じはしないでもないんですけど、紹介できるようなものはもうね、紹介し尽くしたんじゃないかっていうようなとこなんで、今年からね、1962年、私の生まれた年から、私のね、好きだったグッズ作品とかを紹介していこうというね、年代別にやっていこうかなっていう、これが意外と大変大変だね。資料を揃えたりとかで、まあ、今まではね、適当に身近なものね、手に、手を伸ばせば届く範囲にあるものをポロッと持ってきて動画撮ってたんですけども、まあたまにこういうものやるとすると、なんかね、そういえばキングコングどこにあったかなとか、ゴジラどこに置いてあったっけみたいなね、探すのが大変。まあそんなところでね、1962年、昋和37年、私が生まれたのが12月生まれですから、まだ生まれてなかった頃ですよね。まあ、最初に紹介しますのは妖精ゴラスという東宝映画。これはですね、3月に公開されたらしいんですけども、まあまあ壮大な SF 作品とね、ネタバレはあんまりしたくないので、ぜひね、これはね、映画見てください。最高の SF 作品ですよ、東宝が誇る SF 映画。まあ、怪獣はおまけでございますね。これはですね、グッズの紹介からしていきますと、これ岩倉さんですね、ゴジラ特撮大百科というものに入っていたものです。1箱500円のブラインドボックスの食玩だったのかな、まあ、その辺がね、多分食玩だと思うんですよね、コンビニとかで売ってたので。まあ、1箱500円、当時ガチャガチャが200円の時代に、500円でね、まあでもね、出来が非常にいいんですよ。これはあの自分で色塗ったもんですから、まあいまいちですけど、本物はもうむっちゃ出来いいです。まあ出来はいいんだけど、まあ半分クリアというね、お目当てのものが当たるかどうかっていうのも、ブラインドボックスでね、何種類も入ってるのに、なおかつそのうちの半分がね、クリアっていうね、極悪な極悪なマニア泣かせな、シリーズでしたね。なんかね、やっと出たと思ってもクリアかよみたいなね、よく中古ショップとか行くと、そのクリアのやつがね、格安で売られてますわ。これもその一点ですね。ハードオフさんでね、100円とかで売られてるもんですから、なんかね、100円本当にね、着色バージョンはですね、まあ、メルカリさんとかでも2000円以上ですよね。2000円とか5000円とかもすごい値段で売られてたりなんかもしますわ。まあ、外れ引いちゃうときついんだよね。まあそれでね、岩倉さん離れ起こした人も結構いらっしゃるんじゃないのかなとは思うんですけども、まあ200のラインナップというね、ちょっとバンダイさんにはなかなか出してくれないようなものを出してくれるという、まあね、昭和37年といえば妖精ゴラスという映画。まあこれ東宝の、まあ本当にね、最高の SF 映画じゃないのかなと思いますね。まあ、その後はやっぱり日本沈没に続くスペクタルクル映画って感じで、大好きな作品ですよ。まあこのね、マグマって怪獣に関しましては、もう一体これね、これはあのゴジラ宣言というね、まあこれあのゴジラ対スペースゴジラとか、そのゴジラ VS スペースゴジラですか、あの時期に発売されていた、ね、1箱100円の食玩ですね。1箱100円で、このようにね、2つ入ってるんですよ。多分ね、これじゃなくてモゲラかなんかと一緒に入ったら、このように入ってたと思うんですよね。まあ何色が出るか分かんないようなところがありますけども、ちょっとね、それも食玩としてはね、ちょっと不思議なものが混じってたもんですからね、購入していたもんです。まあちょっとしたね、お買い物行ったついでにつまんで帰ってくるっていうね、まあなぜ100円ですからね、楽しみな、文句ありましたよ。なんかね、ちょっとコンビニ行くとか、これね、これはね、スーパーで買ったと思ったら、スーパーに行くたんびに何か1箱2箱つまんで帰ってくるっていうのは、まあちょっとしたお楽しみ。今なかなかないね、こういうのはね。100円で買えるような食玩もなくなっちゃいましたっていう感じで、これはゴジラ宣言というね、バンダイさんが出していた食玩でございます。は
ということでね、次は1962年昭和32年7年といえば、8月に公開されましたゴジラ対キングコングということでね、ゴジラ対キングコング、まあキンゴジといえばね、まあ、さっきのねゴジラ宣言にも入っていたこういったフィギュアがありますけども、私にはこれぐらいしか持ってなかったんですよ、キンゴジ的なものっていうのは。まあ本当にね、世代的にねまだ生まれてない時の作品ですからね、そんなにっていうね、まあこのゴジラはね結構有名なゴジラですからね、皆さん顔見てたけど分かると思う、横から見るとむっちゃかっこいいんだけど正面から見ると、なんだこれみたいな顔してるね、これがね見る角度限定造形みたいなゴジラね、横とか斜め横から見てむっちゃかっこいい顔してんだけどなみたいな、まあそんなようなゴジラですわ。そしてこちらの方もバンダイのソフビのキングコング、まあちょっとキングコングの方からねちょっと説明していきましょうか。このキングコングはですね、なんて言いますか、当時価格1200円、これはまあ1993年のソフビですね。まあ噂によると1年間だけの限定発売という、まあ要はあの東宝さんの版権じゃないもんですからね、やっぱりこのキングコングという名前がつくからにはね海外の会社ということになってしまうので、まあ足の裏にはね、まあこんな風にねちょっと読みにくいと思いますけども、TECARR なんて書いてあるっていうね、何のこっちゃみたいなことが書いてあるんですよ。これ何かなっていうとですね、チームエンターテイメントカンパニー転んだってもチームエンターテイメントカンパニーオールライツリバーリザーブっていうのかな、そういう会社が全て権利持ってますよっていうような意味かなと思っては略してるんですけども、あ間違ってたらごめんなさいね。まあそういったようなね、東宝じゃない会社の版権物ということでね、まあデザイン的にも造形的にもどっから見てもね東宝なんですけどね、これね、東宝のにはお金が入んないです、このキングコングが売れても、残念なことにね、タグとかもねそんな感じになってたと思いますし、東宝怪獣シリーズでもなければゴジラシリーズでもない、単なるキングコングということで発売されてるっていう商品ですね。まあ腕と両足と胴体と、まあね、5パーツで、ね、全てが完着でできているというね、硬質装備で触り心地が非常にいいですしね、毛並みの表現なんかもね非常によくできた、バンダイとしてはね非常にね凝った作りの、装備ですわ。そしてねもう面白いのがこの目ん玉の塗装が銀色で塗られてるんですけども、なんか光の加減とかでね瞳があるように見えるっていう、これモールド的にね瞳が入ってんのかなと思うんですけども、よく見ると銀色一色で塗られてるだけなんですけど、なんかね遠目で見ると瞳があるように見えるところがちょっと不思議なね感じ、なんかね変にね黒で瞳入れるよりもこっちのねなんとなくこう目ん玉があるように見えてしまう方がリアルだなっていうところがね塗装技術の妙っちゃですね。あと口の中とかね牙とかの色の塗り方もね絶妙、もう今のバンダイにはちょっとできない失われた技術かなみたいな感じで作られてるソフビですわ。もうとにかく硬質装備のね独特の触り心地っていうのがたまんないですねこれね。まあ重さ的には 117g、ね、高さ 18cm、 幅 13cm、 奥行き 7cm というようなソフビになっています。はい、そしてこちらの方がゴジラ、ね、私がねいろんなキンゴジをね、研究したっていうか、いろんなどれがいいかな、買うんだったらどれがいいかな、まあ、とにかく、ね、このバンダイのソフビのキングコングね、こちらの横に並べるのにね、いいサイズのが欲しかったんですけど、なかなかない。まあちょっと一回り大きいんだけど、まあしょうがないかって感じで選んだのがこいつね。もうこれに関してはもうソフビとはもう言えないような感じがしますね。これはあのバンダイミュージアムさんで限定発売されてたものです。まあ噂によると3000個限定というような感じね。ブリスターパックもねまだ残してあるんですよ。まあ、こんなようなねブリスターのケースに入っていまして、ね、まあ、こんな感じですね。発売元、発売元っていうかね株式会社ポピーの商品です。ポピー、
うん、バンダイミュージアムなのになぜかポピーさんの商品ということでね、まあ、商品説明ちょっとしますとね、2004年バンダイミュージアム限定商品ということでね、定価は6380円、ね、当時6380円でこんだけのものが買えたっていうね、うん、まあ、重さの方が 417g、 高さ 20.5cm、 幅ね、幅 16cm の、尻尾の先まで、ここからここまでねが、奥行きが 38cm と、まあ、飾る場所を取る結構難解な商品ですわ、うん、大変ね、バンダイミュージアムって書いてますね。そしてまあこちらの方にはポピーさんの商品ですよみたいなことが書いてありますけども、まあ2004年、まあ、限定商品ということでございます。非常によくできたゴジラの、うん、これはもうソフビ、素材的にはソフビですけども、まあ、ソフビとは言えないね、もうね、うん、なぜねこれね、胴体があって、足首、腕動きますよね、腕、足首も動く、尻尾も動くということで、6パーツがね、間着で付けられてる、1、2、3、4、5、6パーツね。だけどここの胴体のところね、ここに継ぎ目があって、ここは接着されてる、胴体の上半身からぐらい接着されてたりとか、背びれも別パーツで接着されていて、尻尾もね、まあ、この辺に分割ラインがあって尻尾も接着されてる、もう接着接着接着、あと下顎なんかも接着されてるっていうね、色塗ってから接着したんでしょう、この下顎なんかも、まあということとかね、あとはドライブラシ全体的に、ね、かかってる、なんかドライブラシの感じとか、背中のねちょっと色の塗り方とかもなんかね、うん、まあソフビというよりはやっぱりフリギアのジャンルなのかなって感じがしますね、これはね、うん、そんだけもう接着対応してると、まあなんていうね、10パーツもありますからね、10パーツ、しかもこのパテ埋めなんかもしてるような気もしないでもないのでね、うん、まあ、これねすごくいいもんなんですけど、このね分割ラインがね、あ、こことここで分割してるんだっていうことが一体気になっちゃうと、ずっとここのラインが気になっちゃうというね、まあそういった欠点もありますけども、私は、ね、今のところまあキンゴジのソフビとは言えないですね、やっぱりこうなっちゃうとね、うん、造形物としては最高のものなんじゃないかなと思いますわ、いろんなものを見てきた中でね、うん、でもちゃんとしたソフビのやつも欲しいなって思うんですけどね、うん、出たら買うのかな、こいつとサイズ感がぴったしのやつが出たらちょっと買うなって思うんですけど、ムービーモンスターシリーズですとこいつとサイズがね合わなくなっちゃうんだよなっていうところで、まあなんとも言えないところですが、うん、まあゴジラというね、ゴジラ対キングコングって映画は何ですかね、今の日本を象徴するようなね、今の日本をこの予言するような映画、モスラの頃からそうだったんですけどね、うん、まあなんていうかね、まあ、今までのゴジラシリーズと違ってちょっとねコメディ路線にもね路線変更があったのがこのゴジラ対キングコングかな、キングコング対ゴジラか、うん、逆ですけどね、うん、まあテレビね、テレビ作品を作ってるというか、まあ CM を作ってる会社とクライアントのなんか人間関係であったりとかね、うん、偏直意な上下関係があったりとか、まあ会社さえ儲かればね、人がどんなに迷惑しようとか関係ないんだよみたいな、なんかそういったところが、うん、当時の日本っぽいっていうかね、今の政治とか世の中を皮肉ってるような感じがするような作品ですから、今見てもなんか、ああ、あの頃はね笑えたかもしれないですけどね、まああれからね60年経ってこれかよっていう感じでね、ちょっと見るとね心が痛くなる、今見るとなんかね嫌な感じになるかもしれない、まあそんな映画ですわ。まあそういったところでね、ちょっといろんな商品情報を交えつつも、年代ごとにねアイテムを紹介していくっていうのをね、これからも続けていこうかと思っています。それではまた、エンプラチャンネルよろしくお願いいたします。ろれつが回ってなくてごめんなさいね。それではまた失礼します。